はい、おはようございます、今日は三重県四日市市やってきました。イクキンさんことキング観光サウザンドイクワテンさんです。すごいですよ。僕これから抽選なんですけど、355番目に抽選いけるんですが、400名以上の方がですね、今日は朝から並ばれております。さあ、そして今日は10月5日土曜日ですね。まあ週末ということもあるんですけれども、今回は街道日記の収録だけじゃなくて、キングオブホール2019シーズン3の優勝記念収録ということでやってきております。今回はですね、その優勝記念といたしまして、じゃあその MVP に輝いたお店ってどこがすごいのっていうのをちょっとお伝えできたらなと思ってます。同時に街道日記の収録もありますので、もちろん抽選を受けて、そして実践をして、そして店内の様子もお伝えして、今日は一日過ごしたいと思います。おはようございます、よろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。301番。なんかこうワインにも似てるところがあって、例えばよろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。さあ、やっと入場です。おはようございます、よろしくお願いします。さあ、来ました。今日はキングオブホール優勝記念ということで、キング観光サウザンドイクワテンさん来ましたよ。あー、もう凱旋はすごかよ。一応見てみる。はい、開いてない開いてない、ちょっと出ます、すいません。あー、すいません、これ行こっか。はい、まあたまにありますね、朝一お客様多くて狙い機種座れず置き時っていうパターンですね。特に中部地方で多いですけれども、今日は三重県ということで置き時80台あります。置き時30からスタートしましょう。はい、おはようございます、アローズスクリーンの審査です。本日は三重県四日市市にございますキング観光サウザンドイクワテンさんやってまいりました。もう朝からすごい盛り上がり、さすがはキングオブホール MVP のお店だなという感じがいたしますけれども、今回は、キングオブホールシーズン3優勝記念収録、そして審査の街道日記第952話公開収録ということで、2つの収録を同時に進めていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。狙いは朝一凱旋だったんですけれども、400名ぐらい並ばれてるかなと思って見たら、500名ぐらい朝からいらっしゃって、その中で抽選番号が今日は301番。入場して凱旋コーナーを見た時にはもう前台埋まってて座れませんでした。ただ置き時が80台ありまして、凱旋座れない時は置き時行こうと思ってましたので、そういう意味ではまあ狙いの一つには座れたという感じですね。おー、チェリーの次ゲーム、チェリー当選ならビッグ確定ですね。はい、138ゲームでした。投手は7本、まあまあ早めに当てれましたね、よかったです。よし、今日は朝からまあすでに置き時満台ですけど、右も左も数十ゲームで当てて、さらにその奥も早く当てて天国に行ってという感じで、かなり早い時間にこう置いてけぼり感を食らってたんですけど、まあ僕も決して遅くなかったですね。たまたま規定ゲーム数の直前にチェリーを引いたっていう可能性もありますけど、チェリー当選の可能性ももちろんあるところ、ただチェリーの当選率って設定差があるところなんですけど、 0.9% ぐらいから 1.何% ぐらい、かなり低いんですよね。なのでチェリー当選だとしたら、とっても薄いところをいきなり持ってきたということになります。まあね、ゲーム中管理の台でそれ以外の当たりが引けるって結構楽しめますからね、期待しましょう。ラスト、はい、これで最初のビッグが終了となります。わあ、もうドキドキランプついてる。あ、あと1回
すいません、これでラストですね、すいません。はい、はい、最初のビッグ終了です。周りがね、もうバンバン当たって天国モードにバンバン行ってる。さあ、こちらの台は天国以降あるかどうか。最初の32ゲームチャレンジ、32ゲームとか64ゲームとか128ゲームとか256ゲーム、こういった数字っていうのはやっぱり昔からスロット打ってる方たちにはこう馴染みの深いこうちょうどいい区切りなんですよね。やめ時にもなりますしね、32ゲームだったらそんなにコインを減らさずに。いや本当に面白い台だな。まだ置き時に関してはね、来年まで打てますので、これから先もお世話になる台というか、まあ、みなしき年内に撤去されるやつが本当に撤去された後は多分頼るべき機種の一つになるでしょうからね、時々さらにこれから実戦回数増えていくかもしれません。さあ、32ゲーム紹介いたしました。最初のあたりからの天国モード移行はなしという結果です。134ゲーム、天国以降はないですけれども、まあまあ当たりは引けてますよね。4回目、ここはビッグボーナス投資が21本1050枚です。さあ4回目、そろそろね、そろそろ期待したい天国以降に。天国以降がない中で4回ボーナスついて、うち3回がビッグというのは、まあ振り分けには恵まれていると思います。投資は1000枚超えてしまいましたが、まだ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 こっからですよ。さあ4回目のボーナスが終了になります。天国モード移行、そろそろあるかな、あってほしいな。行きましょう、期待の32ゲーム。4スルーはちょっと痛いですね、朝から。当たった、28ゲームチェリーの10ゲームですけどね、ゲーム数かチェリーかわからない。ただ今日最初の当たりもチェリーからでしたもんね。ここはビッグですね。チェリー当選なのかな、わかりません。これは天国モードで当たったのかどうか。28ゲーム、ただチェリーからの当選率絶対差ありますけど、 0.9% ぐらいから 1.5% ぐらいまでですよ。 1.6% ぐらいまでかな。かなり当選率低いので、実は天国にいてたまたま規定ゲーム2の手前でチェリーを引いたと思いたいですね。そっちの方が嬉しいですね、当たりとしては。さあこれで胃腸ボーナスは2年目が終了となりますね。お願いしますよ。ここはもう天国で間違いないですね。さあ3連目はボーナスか7ゲームレギュラーボーナスです。よし、レギュラーですけど、ここからどこまでこのループを伸ばせるか、そして投資の1050枚をまずは取り戻せるかどうか。はい、3連目は終了です。ビッグが2回、レギュラーが1回。なんかこういい歌っていっぱいあるじゃないですか、スロットの楽曲に限らず。でその歌の良さっていうか、いい歌そうじゃない歌っていうのはなんかこうワインにも似てるところがあって、例えばねワインだったらこう何と組み合わせて飲むかでまた味が変化したりとか合う合わないありますけど、歌も一緒で
どういう環境、どういう状況で聴いてるかですごくいい曲に聞こえたり、ちょっとこの間にこの曲合わないよねってネガティブな感じに捉えてしまったりということがありますけど、この置き時の1ゲーム連が決まっているビッグの中で聴くバージョンアップ、最高の組み合わせですよね。それは家に帰ってなんかこう静かなところでただバージョンアップを聴いた時と全然違うんですよ、感覚が。わかります？スロットでこれは名曲、これは神曲と言われるものもなんかこう落ち着いたところで改めて聞くとそれほど盛り上がらないなっていう時もあるんで、そういう意味ではね、やっぱりこう曲とその今自分がいる状況との組み合わせ、まあこれでかなり聞こえ方も変わってくるなっていう、まあ新たな音楽の楽しみ方っていうのもね、なんか学べますよね。当たりは相変わらず早い。ここも100ゲーム台、107ゲームでございます。レギュラーボーナス、さあ先ほどは天国以降もボーナス3連で終わった後です。初当たり1回327ゲームっていうのがありますけど、それ以外は全部100ゲーム台。当たり軽め、天国伸びず。さあ今度はどうでしょうか。レギュラーの後です。おー、当たってくれました。3ゲーム、これは嬉しい。ビッグボーナス、持ちコインはまだ300枚以上残してますので、これで半分ぐらい取り返します。確定ジェリー引いてドキドキランプ、めちゃめちゃ羨ましい。さあこちらは3連目になります。よしよし、4連目、よしよしじゃない、ビッグが良かった。さあ5連目ビッグなら持ちコイン1000枚ぐらいになります。5連目、ビッグボーナス、よし。今ボーナスが5連目ですね。次当たりが来れば6連目、そしてその6連目からがプラス1ということになります。順調ですね。ここも早いゲーム2でレギュラーボーナス、おー、そんな光り方してくれるんだ。今告知音なかったですもんね。もう、いや嬉しい、やっと光ってくれた。さあこれでもちろん7連目のボーナスはビッグ確定、そしてもうこのボーナスでプラス域に入ってますから、あとはどこまでプラスを伸ばせるか、楽しい天国モードになってきました。さあ獲得枚数は一撃1000枚超えました。まあ、この初当たりの時点で300枚ほどの持ちコインがあったので、持ちコインでは今1300枚ぐらいとなってます。ボーナス7連目が終了です。現在持ちコインで1300枚ほど、獲得枚数は1031枚。7連止まりかな。29ゲーム目、次が30ゲーム目、31ゲーム目、32ゲーム目、ここまでか。まあとりあえずプラス域には入ったので良かったですけども、7連ですね。ここはキングオブホール2019シーズン3で見事 MVP に輝きました、こちらキングカンコーサウザンドイクワテンさんやってきましたけれども、
もうさすがイクキンさんという感じで、朝の並びも入場もまあ素晴らしかったですけれども、また営業始まって今まあ2時間ぐらい経ったところなんですけど、すごい雰囲気、いい雰囲気、ちょっと見てみましょうか。まずはですね、こちら置き時、もうほとんどのコーナーが埋まってます今で、置き時まだ開店して2時間ぐらいなんですけど、もう箱がねすごい並んでるっていう、これですよ、イクキンさんの置き時。そして朝から狙っていたのがこちらミリオンゴット、そしてアラナゴとハーデスとコーラですけど、まあハーデスもねなかなかこう出足が難しい台でありながら、早い時間から箱にメダルが詰められています。そしてすごい台があるんですよ、これ昨日のゴッドゲームの89回ってついてるじゃないですか、これ一撃なんですよ。ちょっとデータ見せてもらいましょうか。これなんですけど、これ昨日一撃で89連25,278 枚のサマイス、あの稼働も高いし、実際ね回転して2時間ぐらいの状況でももう圧巻の状況ですけど、実際データを見てみてもこんな台がイクキンさんにあるんだっていうのを驚かされますよね。そりゃ MVP になりますよ。さあというわけでですね、あの今回はキングオブホール2019シーズン3の優勝記念ということでやってきてますが、シーズン4ではこちらキング観光サウザンドイクワ店さん、予選の日程がですね10月27日、11月16日、そして11月30日ということで、またシーズン4も予選から参戦するご予定となっておりますので、皆様もぜひキングオブホールチェックしてみてください。220ゲームでしたね。200ゲームまで回して当たりなければどうしようかなと考えながら回していましたが、さあこれでボーナス自体は今日14回目のボーナスということになります。さあ先ほどは天国モードに移行してボーナス7連というボーナスループがあった後、ここからまた人伸びあればすぐにプラスイクに入っていきます。まだ1000枚ぐらいはあるかな、持ちコインが。32ゲーム以内のボーナスあればまたプラスが伸びていくような状態ですね今。さあどうかな、天国の直後なんで、まあ、ここは天国なくても仕方ないかなというところですけど、それでも32ゲーム期待しながら回していきたいと思います。さあこれで本日9回目のビッグが終了です。30ゲーム過ぎたしと思っていたら2連目、これは嬉しいですよ。これでまたプラス収支になりますし、32ゲーム以内のボーナス出てきたということはもちろんこの後3連目4連目にも期待していいということですからね。まだ今日はカラチャンランプの点灯は1回だけですね。しかも予告音なしでしれっとね第3停止で光りましたので、今度はちょっと予告音とともに光るところが見たいな。さあ意外にも2連目が出てきましたけれども、これがもうビッグだけで5発ぐらいと出てくれたらもう完全に勝って今日は気持ちよく終われるんですが、まだこれぐらいのプラスじゃね、持ち込みも多分今1200枚ほどなので、そんなに大したプラスではありません。遅れました。これは通常ゲームね、また84ゲームと早いところでもうボーナスは確定ですけど、
まあ過去の実戦では遅れのゲームで中断チェリーとかありましたんで、ちょっとね確定役にも期待したい。確定役ではないか、いやここは確定役ですね。1枚役の当たり84ゲーム、なんとかはまりなく、おーっとしかも天国以降、まあ、中断チェリーは天国以上確定ですけど、確定チェリーと確定役はあれですね、通常 A でも 25% 以上で天国以上ですから、まあ、ここはいいタイミングで持ってきましたね。さあここはプラス分でボーナスついてますので、まあ、完全に今日はこれで勝利ということになります。やっぱりオキノキ相性いいですね。若干プラスぐらいか、まだね、やっとプラス1に入ってきたぐらいですね。まあ最初に1050枚使ってたんで、まあただこの辺り自体はプラスの状態で迎えてますからね、どれぐらいのプラスになるかはここの伸びしろ次第ということになりますね。今なんでチェリー外したんだろう。さあこれで3連目のボーナスが終了です。ここではビッグが3連発となってます。まあ天国には行きやすいけど、ループはそれほどという感じで、動き的には偶数寄りの動きをしてますよね。ただ初当たりのカルタ見れば絶対にではなさそうという感じですかね。さあここはボーナスは3連、どうやら4連目はないようですね。これで32ゲーム消化になります。うーん、なかなか天国伸ばせませんね。200まで回すだけでも500枚近くもコイン減らしてしまうんで、ちょっと一回他見てみましょうかね。はい、1585枚です。1585枚です。お願いします。いやー、凱旋狙いでスワレズオキドキ行きましたけど、こういう時のオキドキはやっぱり勝ちますね。というわけで、オキドキ1585枚の交換プラス535枚という結果でした。まあ前回も街道日記勝ってきてますので、ここはもう勝ちを大事に連勝で締めくくってもいいですし、500枚ちょっとプラスがあるんで、まあ、もうちょっと他のコーナー見て遊んでもいいかなと思います。ちょっと見てみますね。はあ、当たらんねー。あ、やっと当たってくれました。遠かったよー。657ゲームですね、ギュラーか。いやーきつい。投資は1500枚、相当1500枚、もうこれ以上使ったらマイナスになるというところでした。レギュラーボーナス、せっかく置き時でプラスだったのに、最後ハナハナ打って負けたってちょっとシャレにならないですもんね。よかったです、なんとかプラスの中で当てることができました。ただレギュラーボーナスですからね、この持ち込みの中でビッグが引けるかどうか。さあというわけで実戦終了でございます。今日はキングオブホールシーズン3の優勝記念収録ということで、こちらキング観光サウザンドイクワテンさんやってきました。まあなかなかいい台だったと思います。結局オキドキでは、総投資が1050枚というところで1585枚交換できたので、もう500枚以上プラス残せたかと思って、最後ちょっと時間があったんで、まあせっかく三重県に来てますし、ツインドラゴンハナハナ打ったんですけど、そちらがですねちょっと残念な結果でございまして、結局今日は総投資が1500枚、そして交換枚数は1585枚ということでプラス85枚という結果でした。ただですね、今日はもう稼働出玉だけじゃなくて、やっぱりキングオブホールで MVP 取られたお店っていうのはしっかりとこうお客様対応されてますね。
もうですねこの配信の時にはおそらくシーズン4も始まっておりますので、こちらキング観光サウザンドイクワテンさんはシーズン4の予選大会が10月27日、11月16日、そして11月30日、この3日間となっておりますので、また注目していただけたらいいなと思います。そして、もちろん今回もですね、番組をご覧の皆様の中から抽選で街道日記特製のカードケースを3名の方にプレゼントいたします。今回のカードケースプレゼントのキーワードは優勝記念でお願いします。優勝記念でお願いします。はい、ご応募方法はアローズスクリーンの LINE アットにキーワードを送るだけとなっておりますので、ご登録がまだの方ぜひアローズスクリーンの LINE アットにお友達登録してみてください。以上、審査の街道日記第952話でした。